しょ。すごい状態でお送りしておりますが、どうも。宇宙でございました。こんにちは、こんばんは。スピンです、スピンです、スピンです。本当は配信始まる前にパックが終わるはずだったんですけど、まあここの部屋に雲が出現してお兄ちゃんに撮ってもらったりしてたから、パックした状態カラーになってしまいました。今日はね、このあとヒュートーンでの配信があるのでメイクをしなきゃいけないんですが、一人でしたくないので一人でしたくないので、配信でしようかなという感じでお送りしております。ダイエット方法教えてほしい。あ、なんかさ、ツイッターにめっちゃ7キロくらい痩せましたみたいな話をしたら、めちゃめちゃなんかその話が来たんですけど、なんだろうな、別にでも私今まではなんかめっちゃね、この私のダイエット歴を、ダイエット何をしてるかみたいな話を過去にもしたことあるんですけど、前はなんかお菓子食べたいから、なんだろう、ご飯抜くとかしてたんですけど、フラペチーノ飲みたいからご飯抜くとか、最近はそういうの全くしてなくて普通にご飯食べて、あの筋トレを頑張っている感じでございます。そうね、なんかスクワットに最近すごいハマってて、スクワットをめっちゃでもないけど、なんかやりすぎると筋肉になっちゃうけど、まあある程度だったら、まあ脂肪燃焼のお助け筋トレなので、普通にだからやりすぎない程度に脂肪燃焼しておくれって願いながらスクワットをやっております。そう、ちょっと血色だけ先に、カリップーン。そう、今日誕生日です。だって新井真一さんだって、はじめまして、だってはじめまして、お誕生日おめでとうございますそう、あと体幹のトレーニングもやってます。あのうつ伏せにあってさ、肘ついてっていうの、こうやってやるやつを、1分と、あと横向きのさ、なんかさ、なんだろう、組体操みたいな、あれは体幹なのかな、わかんないんだけど、なんか腹斜筋が鍛えられそうだなと思いながら、腹斜筋っていうのは横腹っていうのわかんない的なところだと思うんですけど、そこが鍛えられればなと思って
横向きの肘ついてここで三角形作るみたいなのを、まあ、左右30分を2セットだから合計1分、左も右も。そう、くびれに効果出るかなと思ってそうやってますね。そう、スクワットは太ももが痩せたくてやってます。そう、そんな感じかな。で、筋トレでもなんか毎日同じことやってるとかじゃなくて、なんか全然なんか毎日同じことやってると飽きるし、私すぐ三日坊主になるから、なんか適当に、マジ回数とかあんま決めずに、なんかやりたいことをやるみたいな感じ。そう、めちゃめちゃ適当ですよ。普通に適当、適当でもないけど、なんかそんな毎日これは10回これは20回とか決めてるわけじゃない。気が向いたらやるっていうか、なんか、うん、今日はもうちょいできそうだなって思ったらもっとやるとか、そんな感じ。そんな感じです。暑くなると億劫になりがちだよね。確かに。そうだから最近は朝早く起きて、朝早く起きて、そう今日は6時前くらいに起きたんですけど、暑くなる前に筋トレやったりしてます。そう、そうなんだよね、暑いんですよね。早起き、なんか今はさお家にいるからさ、なんか時間がやっぱあるじゃないですか。だからそういう時になんかそういう習慣をちゃんとつけようと思って、なんか前までも、前まではまあドライヤーとか全然してない、全然でもないんけど、気が向いた時しかできてなかったんですけど、なんか忙しくてっていうか、なんだろうね、なんか気が向かなくて、なんかそれよりも寝たくてやってなかったんですけど、もう最近は毎日ちゃんとしてもう習慣になりつつあるので、多分復帰しても、復帰っていうのコロナが収まっても多分続けられるんじゃないでしょうかって思っている。すごい英語が飛び交ってるけどドライヤーは気が向いたら、女子そう、でもなんかさ、ドライヤーすると汗かくんですよ本当に。なんかお風呂入った意味あるかなってマジで思うから、そうだからね、主権さん多い。 Nice to meet a black。 わかんないよ英語が。 Hello Nice to meet you I am Ayaka Maeda 19 years old。 頭悪そうな喋り方で。めっちゃ本当にもうなんかすごい怖い怖い。 How long have been in for 4年経ったかな。 4 year タワーありがとうございますえっと
ミライトさん、クマのジュンブライトのやつ、まだ4年経ってないか、3イヤーかな、わかんない。あん、どこ、なんか自分で何年経ったかあんまりよくわかんなくなってきてる最近。あ、何年に入ったっけと思って。うん、ペンがどっか行った。About 4 years、 そう、 Yes 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 Yes。 あ、嘘、3だって、3 years だってだってとか言ってもわかんないと思うけど。あー、ペンがないってばって言ったって、カラーペンにしよう。ミライトさん、まだ5月だようだって。じゃあ何、何の、これでもウェディングドレスだよね。の日、あ、なるほどね。あ、だから花持ってんのか。てかインク出ないんですけど。ピュン、あ、あったペン。ミライトさん、母の日ギフト、なるほどね。母の日クマさん、ベリーベリーキュートボイスだって、ありがとう。あ、Thank you Thank you Thank you Thank you。 グローバルで。全然インク出ないんですけど、どうしたらいいですか。ペン、ペンがない、ペンがない、ペンがない。ペンが出ない、ペンはどこ、ペンはどこじゃ。あ、いた。本日はグローバル配信ね。ちょっと待ってね。 Wait 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 wait。え、なんかさ、中学のさ英語の教科書にさ、あ、なんでもないです、全然違う話だったわ。ちかすごい印象に残ってる例文があって、そう、全然でも違うわ、関係なかったわ。あ、すごいおでこ、あー、Thank you, thank you. ありがとうございます。熱くなってきた。すごい、でもなんかあんまり見ない、見ない名前の方がちょっと多い気がする。ちょっと一瞬消えます。一瞬消えます。あ、よっこいしょ。海外だといい感じの時間なのかな、この時間ってね。ピンピン、何を変えたのだって、何を変えたの、ギフトのお礼ってどうやって言うの。あやか、 What is writing on the board? なんて言えばいいの。感謝のメッセージ、 Thank you メッセージ。頭弱いのバレちゃうじゃん。ピ
ピン止め可愛いだって。これはファンの方にいただきました。 Thank you メッセージ To To ギフト To ギフトギフトギフト Give me Give me Give me ギフト Give me ギフトはクレになっちゃうダメですダメですなんて言えばいいか分かんない。難しいね。 Thank you for making me happy happy 頭弱いの割れちゃう。熱いクーラーつけようかな。いやクーラーの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 あった。あのなんかタワーをくれた方に感謝のメッセージを書いたよって言いたいんだけど、なんて言えばいいか、I don't have no idea そう風吹いてるんだけどね、ショールーム中は窓開けれないのでちょっとクーラーに頼るしかない。Thank you for giving me a gift だって。なるほどね、頭いいねー今はメイクをしています。今から可愛くなります。艶を足していきます。十分可愛いです。だってありがとうございます。やったね。すぐ調子に乗る。本当に化粧品紹介してほしい。いやさ、うちになんか全然大したもの使ってないっていうかさ、私なんか割となんか YouTuber とか YouTuber の方とか、特に吉田あかりさんが主なんですけど、吉田あかりさんがいいって言ったものをいいと思ってるから、なんか信者みたいになってきてる。もうそろそろだからなんかその配信で出てきたものを買ってるみたいな感じそうめっちゃ信者です。鼻筋でさ、メイクでどれだけさいつもさ普段さ化けてるかっていうのがさバレちゃうよね、メイク配信って。あ、イニスフリーだとよく知ってますね、ご存知でよくご存知で。鼻が通りました。チークは新しいの買ったんですよ。 What's a tower だって。あ、 What's a tower な、誰か説明してください。スタジオエチュードハウスの。そうです、私はグリーン。これは指原莉乃さんがインスタライブでメイクやった時に使ってたから、あ、買おうってなったで本当にそういう感じ、動機が不純というか、なんか可愛い人が使ってるものは可愛いやろうと思ってるから、あ、可愛い人が使ってるもんだったら可愛くなれるかなと思って使ってます。そう、オレンジのチークを買いました。結構前に、今日初めて使う。ちょっとつけすぎたけど、まあいいか。そう、影響されやすいんですよ。そうだ、 B アイドル、吉田あかりさんのブランドの B アイドルのやつもめちゃめちゃ持ってるんですけど、あのアイシャドウ出たんですよ最近。最近でもないんだけど先月末くらい、先々月末くらいか。
に出たんですけど、ちょうどね、まあコロナとかもあってからの、私がね病気やったけやったけってやったから買いに行けてなくてですね、早く欲しいんですけどどうしたらいいですかね。無理たくりすぎだよね。キッキッキッ、テンション高。そう、でも最近は本当にもうだからもう全然変えてないんですけど、アイシャドウブラシみたいなのも出たんですけど、こういうブラシがね、あかりさん、吉田あかりさんがプロデュースしたやつが出たんですけど、それも欲しいなと思ってるんですけど、一生変えない、たどり着けないっていう感じでやらせていただいております。今から眉毛を描くんです。これはこれも吉田あかりさんがいいって言ってたから、いとこに頼んで買ってきてもらったやつ、一生使ってるこれ。眉毛、眉毛ってさ大事じゃない？眉毛で人って変わるよね、人相が変わるっていうよね、やっぱ。でもさ、周りがさ、私は高1で AKB に入っ、15歳で入ったのか、一応ですぐ16歳になったんですけど、高1で入ってそっからずっとまあメイクをさ、まあ、その前からやってるんですけど、まあ、メイクを してさ、友達とかはさ大学行くようになって、大学生になるタイミングで化粧を覚えるみたいな感じだったから、なんか友達たちの中で、友達たちの中でっていうか、何人かの女友達と私のメイク講座みたいなのを開きました。そう、みんなに教えてあげたメイクの方法。そんなの遅い、なんか多分早い人は、私とかも中1くらいから多分メイクし、まあ毎日じゃないけど、もちろんなんか握手会行くとかそういう時はメイクしてたけど、な、友達はまあ別になんかそんな、なんだろう、全然メイクしてなくて、そうだから私もなんか高校の友達と会う時とか、高校 の休日会う時とかも全然メイクしてなかったんですけど、周りがメイクしてなかったから。そう、高校生みんなメイクしてるイメージあった、確かに。いやでも、まあ、高校によると思いますよ、なんか高校によります、そんなのわかんないけど、まあ、高校によるし人にもよるし、なんか周りがし始めたらするみたいな感じだから、多分メイクする子が多い学校だったら多分みんなメイクしてるし、メイクしない子が多かったらみんなしてないと思う、多分周りに合わせてる感じだと思う、みんなきっとしたい気持ちはあると思う、多分知らんけど、知らんけど、私は普通に中学からメイクしてたね。まあ AKB に入りたかったっていうのが大きかったね。動機が不純なんですけど、なんか私矢吹奈子さんがすごい好きなんですけど、矢吹奈子さんが指原さんの握手会に行って、なんか可愛いねみたいな、 HKT 入りなよみたいな話をされたみたいな話を聞いて、いや私も握手会で誰かメンバーに AKB に入りなよって言ってほしいと思って言ってほしいと思って頑張ってメイクして握手会行ってたけど、絶対そういうのってすっぴんで素材がいい子に声かけるんだろうなと思って、声かけるっていうか、メイクして可愛くても意味ないだろうなって後々気づいたそう、不純でしょ、動機が不純なの基本的に。しかも言われなかったから、全然全然見えん、あおーんそう、でもそう、そういう、まあでもなんだろうな、言われなくてもなったんだから。そうなんだけど、なんかまあ可愛いって言ってほしかったんだろうね、なんか自分に
その時はなんか AKB 入れるわけないかみたいなテンションだったから、なんかもしそうやって言われたらなんか私頑張れると思って行ったね、うん、不純でしょ、全部日本語になってるなんて。確かに英語がなくなった。パオン。そんな感じ、動機は不純です。とってもに行ったか気になる。いやでもね、私なんか DD 中の DD すぎてなんかいろんな人に言ってましたよ。それこそ指原さんだったらなんか他のメンバーはあんまそういうこと言わないのかなと思って、指原さんだったら、まあ、言ったっていうさ事実がそこにあるわけだからワンチャン言ってもらえるかもと思って、指原さんとかは結構言って背中を押されたかった感。確かにそれですね、完全に背中を押されたかった感、押されたかった感、とってもそう。めっちゃオレンジになってきた私の顔。今日はオレンジです今日はオレンジです。確かに指原さん小さい子好きだしね。確かに確かに。でもさ普通にメンバーになってさ思うけどさ、普通にそんななんかさ、なんだろう、言えないよね。でも普通に考えたら、普通に考えたらっていうか、普通私とかだったら絶対そんなめちゃめちゃ可愛い子がいても AKB 入りなよとはなんか怖くて言えない怖くて言えないっていうか、なんか責任負えないじゃないですか。なんかオーディションとかさ、まああるしさ、落ちちゃう可能性だって全然あるしさ。なんか私もさ何回も落ちてるし、オーディションなんかね、そのなんかなんだろうな、自分が本当に入りたいっていう強い気持ちがなきゃ絶対無理だから、なんかそんな私が言ったことによって入りたくなりましたみたいな感じになったらちょっと怖いそうちょっと怖いなって思う。そうって思う普通に。励みになるのでは。まあ確かに、だから入りたいですとか言ってくれたら、え、一緒に頑張ってとかさ、なんか私的なオーディション落ちのなんかさ経験談でもなんでもさ話せるけどさ、なんか全然なんかそういう気持ちはないけど、なんかあやかちゃんに言われたしみたいな、まあそんなことはそうそうないと思うんですけどね。なったらちょっと怖い怖いとか言って、そう、私もさ親からさオーディション受かってさ反対とかさめっちゃされたしさ、めっちゃ揉めたけどさ、結局はさなんかもう自分の意思じゃないですか普通に、まあ、親が応募したとかさ、お姉ちゃんがお兄ちゃんが応募したとかさ、なんかいろいろさオーディション受けるきっかけはあると思うけどさ、結局はさやるのは自分だしさ、なんか本当自分に強い気持ちがないとできないと思う絶対。ね、って思う。まあ、SNS とかでもさ、なんかさオーディション受けたいですみたいなメッセージたまに来たりするんですけど、なんか
と、まあ応援は応援とかはできるけど別に何もサポートはできない。だからメッセなんかさ、その気持ちを強く持ってとりあえず SNS 消そうかとしか思わないんですけど。なんかさ、私はさ、なんだろうな、高校入ってさ、みんながさ Twitter とかやり始めた時も、もう中学からずっと AKB に入りたかったから絶対もう Twitter とかインスタとかやらないと思ってて、なんか別に自分が公開されて嫌なことっていうのは、公開されて晒されてなんか自分の印象が下がるようなことをツイートするつもりはないけど、なんかそれでなんか揉めたりとかするのも嫌だし、友達とか疑うのも喧嘩のもと仲が悪くなるだけやから絶対作んないと思ってた私はね。だからもしマジオーディションを受けたいとか AKB 入りたいと思ってる子がいるなら絶対もうマジ即座に SNS をやめた方がいい。そうマジ誤解されたりとかさ、変な風にさなんかね出ても嫌だじゃん、自分的にね。自分が頑張ろうと思ってる時にさ、なんか過去のなんかまあ仕方ない、過去の自分も自分だから仕方ないけどさ、そうなっちゃうのはさ悲しいからさ、そうって思ってる私は。そうそれくらいの覚悟がないと AKB に入ろうとするなってことね。まあそうだね、いやわかんない、そうとも意外に言えないけど私はそう思っちゃうね。そうネットって怖い、本当にネットって怖いし、なんか本当に過去に戻ってやり直せるとか一切ないからさ、結局さなんかね、まあその今入りたいと思ってるんだったらそれに向けてねなんかしないとダメだよねって思う。オレンジになってきた、今日はオレンジです。結局さなんかさスクショとかもさ普通にできる時代になったしさ、怖いよね。なんかそういうつもりじゃなくても切り取られ方でさ変な風にさ誤解されてしまうことだってさ普通にあるしさ、なんかね、それなりのなんか自分の中で自分で自分は守んないとダメだよねって思っちゃう。思います私は。そう、AKB に私はなんかなんだろうな、なんか基本的になんかそういうことで揉めたくないから周りとね、なんかせっかくなら応援されてたいしさ、周りにもね応援されなくてもさなんかの拍子になんかなんだろうね、友達を疑うとかしたくないからさ、 AKB に入ってすぐにも LINE 全部変えたりとかしましたよ私は。もうだから中学のお友達の連絡先がほとんど知らなくてってか、一番仲いい親友ちゃんしか中学の友達知らない。そう、小学校の友達は誰も知らない連絡先だから、きっと同窓会も行われてるんだろうけど知らない、誰からも連絡来ない。
そう。同窓会ってやってんのかな。でもどうなんだろうな。私でも同窓会第1回の幹事だったんですけど、高1になる時に確か同窓会開くっていう予定になってて、それの幹事だったんですけど、あの連絡先一切知らないんでどうなったか分かんない。そう、でもなんか別に申し訳ないなとは思うけど、なんかたまたま一応なんか前田にしとくかみたいなテンションで私になったから、ちょっとすいませんって感じ。すいませんって。なんか別に立候補したとか全然そういうのじゃなくて、なんかたまたまその小6の時のクラス委員みたいなやつだったから、なんか多分なってるんですけど、しかも幹事になってたことを知らなくて、私卒業してから知ったんですけど、勝手に幹事になったって。誰の連絡先も知らないから、そう、前田はもともと友達少ないだろう。確かに確かに確かに友達少ないっていうかさ、変、それこそ本当にマジで中1中2くらいからさ、ずっと AKB に入りたかったから、なんか変に友達作んなかったなっていうのもワンチある。なんか不特定多数が自分の連絡先を持っていることに恐怖を覚えているから、私は。そう、本当はそう、本当は高校卒業した時点で LINE 変えたかったんですけど、なんかさすがになんかもうすでに交換してる先輩メンバーさんとかもなんかめっちゃいるから、さすがに変えれなくて変えてないんですけど、とりあえずブロックしておしま、終わってるんですか。ブロックすな。そう、基本的になんか全然マジさ、そう、割となんか警戒心強いっていうかさ、そういう感じでやらせていただいている。過去にそういうこと、そういったことがあったの？全然ないけど、なんかあったら嫌じゃん。会ってからじゃ遅いから。そう、成人式終わりとかさ、同窓会あるじゃないですか。でも絶対行かない、絶対行かない、絶対行かないんですけど、行かないっていうか行けない。だって誰とも連絡取ってないから行けないよね。めっちゃ怖い配信になってるわ、私今目力やばいし、目力っていうかもうどこに買いとんねんって感じだよね、男性から見たら。そう、でもじゃオレンジ、夏だね。顔だけ。ピロン。やん、下手くそ。まあいっか。なんかさ、配信の画面ってさ、あんまちゃんと適当にやって、メイクやってもさ、そうやってる風に見えるんですよね。やってる、チーク見せて、なんてセザンヌナチュラルチーク N05 番です。本当はなんか17番をね、あの私が最近ハマってるトンチキサキナちゃんっていう子がいるんですけど、
ハマってるんですけど、その子 YouTube もやってて、がメイク動画でこの17番を使ってて、それが可愛かったから買おうと思ったんですけど、なんか間違えたっていうか多分5番の方がいいかもと思って5番を買いました。そんな感じ。3年 C 組か、正解。5時57分え、メイクするの早くない？終わり、メイク終わり。髪型どうしよっかな。今日めっちゃオレンジだわ、マジ。初めてこんなオレンジメイクしてるかもしれない。もう早くさ、美容院行きたいんですけど。ピッピッピッ。やっぱ家ベなのかな私。家ベだよね絶対、 100% 家ベだよね。ブルベに生まれたかったんですけどないものねだり、ないものねだりなんですけど、ブルベに生まれたかったな。ピンク、青みピンクが好きだからブルベに生まれたかったなって最近すごい思うんですけど、オレンジ可愛いかもしれない。初めてオレンジのチーク使った。オレンジ可愛いかもしれない。イエベ、ブルベ、なんかイエローベース、なんか肌質似合う色みたいなやつで、イエベかブルベかみたいなのがあって、なんかパステル系が合うか寒色、あ、暖色系が合うかみたいな。私は絶対ブルベなんですよ、 100% ブルベで、あ、ブルベじゃない、イエベで。オレンジが似合う人種なんですよきっと。でもピンクが好きだからピンクばっか使ってるんですけど、初めてこんなにちゃんとオレンジメイクをしました。ちょっとコテ取ってきます。画面外いなくなりがち。いた、持ってきてたわっていうか、あー、目の中に絶対なんか入った。何も入ってない、何も入ってない。あ、うん、もう中6時だよ。だってありがとうございます。から YouTube で配信あるので見てください。ご飯食べます、ご飯食べます。そう、なんでこんな時間に配信してるかっていうと、なんかいつもね、配信始まるギリギリにね、ギリギリっていうか、なんかだいたい、なんだろう、一応あの配信にもリハーサルがあって、一応って普通にもあるんですけど、そのリハーサル始まる前、リハーサル始まる時間ぴったりくらいに、まあ、メイクとか髪型とかが終わるようにメイクしてたんですよ、過去2回は。で、まあリハーサルして、まあそのまま、まあ流れで
流れでっていうか、まあそのまま本番配信して、でそう配信が終わったらショールームしてみたいな感じでやってたら、もう夜ご飯食べるタイミングを失って、配信が終わってから夜ご飯食べてみたいなことをしたんですけど、さすがにもうお腹が空いてしまったりとか、まあ普通に食事の時間はあんまり変えたくない派なので、先に今日は早めにショールームして、そこでメイクしてご飯食べてからリハーサル本番に臨もうかなっていう感じで来ました。だからこんな時間なんです。たまにはいいかなって思ったんです見れない方ももしかしたらっていうか、普通に多分多い時間かと思うんですけど、前田彩香のご飯タイムをくださいっていう感じで、そうこの時間になってしまいました。なんかさすがにさ、5時とかにご飯、夜ご飯食べるのも夜中お腹空いちゃうから、なんかこの時間がベストって思ったんです。私はご了承ください。とりあえず前髪 OK。 うん、もう5月の後半になろうとしております。怖い。今日さ、一回もアイロンかけてないんですけど、髪の毛綺麗じゃない？ドライヤーするようになって、起きてから寝癖直しとかあんまりしなくてよくなった。なんか頑張ればってか、普通にまあ別に外行けるくなくらいのまとまりを締め、まとまりが良くなった。ちょっとばかし、そう、どうしよっかな。ポニーテールか、三つ編みか、今日はどうしよっかな。募集中、ゆるーく採用するかは分かりません服は何着るんだって、直接的には言えないんですけど、多分みんなが考えてるのと同じ中はやばい、すくみずは絶対 100% ないです。すくみずで配信されても困るっしょみつ編みワンチャンあるなって思ってるんだけど、私だけもう圧かけとるや、みつ編みがいいって言ってほしいみたいなところある。三つ編みするとさ、でも小物が強調されるんですよね、個人的に思うの。三つ編みどうよ、三つ編みやいいよ、開け全然聞いてないし三つ
つ編みしたいから三つ編みします。今から配信までに変わってたらごめんね、それで最悪やん。ってことはもうコテはいらない。でコテ浴場聞く耳モテだってなんかさ、触覚をさ出したいんですけど、これはプロデュース48の矢吹奈子さんの、 あの歌声が綺麗だった回のちょっとなんて書くかわかんないんですけど、意識して触覚を出そうかなって思うんですけど、どうかな。これに三つ編みするのはどう？ん？なんか今なんかしたって言われる。何もしてないよ。何もしてないよ。もはやさ意見求めてないよね、女子あるあるすぎる。私でもなんかどっちがいいと思うって聞いてさ、女子はさなんかだいたい答え決まってるみたいなさ言うじゃないですか。なんか今日はそのパターンだったけど、私本当にいつもね決まってないんですよね。私本当に真剣に悩んでる時にしか聞かない基本的には。そうだけどこっちがいいんじゃないって言われても、なんか優柔不断すぎてなんか本当にそれでいいのかなって思っちゃうんだよね。でもなんか聞いてもね結局迷うことには変わりはないんですけど、本当に迷って聞いてるよ私はいつもいつもはね、今日は違うけど。今日は三つ編みにさせておくれ。今日は三つ編みの気分なの。許してちょんまげ。てか本当は前回三つ編みしたかったんですよ。よいしょ。なんか若くない若いね。なんか若く見えるわ。若いんだけどまだ一応きっと世の中的には若い分類なんですけど、若く見える気がする。ちょっとあ、オッケー、いける。なんか夏って感じしますね。この辺かな。やば、若くね。なんかカチ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 三つ編みだけど、これでちょい整います。
こだけバレちゃう前髪止めてたから、まあいっか、あんま気になんないんかな。こんな感じ。プロデュース48のなんかの曲の矢吹奈子さんをイメージしました。もう少しメイクを足そうと思います。完成度を上げたいからです。書いちゃった。よそ見してたら書いちゃった。今日の設定、今日の設定は田舎から来た転校生、高校1年生。どこがいいかな、田舎。最近私岡山が好きなんで岡山にしたいと思います。岡山から来た転校生、まだ制服は届いてなくて前の高校のままなんですけど、転校生です。そう、自然豊かなところから来ました。最近ね、なんで岡山が好きかっていうと、 YouTube でなぜか知らないんですけど、あなたへのおすすめで岡山のなんか女子に最適なみたいな、女子向けの部屋みたいな、女子の一人暮らしにいいですよっていう部屋の紹介ビデオみたいなのがすごいおすすめに出てくるんですよ。まあ、見てるから一回見たらなんか出てくるようになっちゃったっていうだけなんですけど、それがすごい好きで見てます。全然何駅から何分とか徒歩何分とか書いてあるんですけど、全然その駅はどこかわからないけど、まあ、でも、あ、駅から徒歩10分か、あ、いいなとか思いながら見てたりします。そう、団子ください。ちょっとボサボサだけど、ちょっとボサボサだからこっちやり直そう。お父さんの仕事で東京に引っ越してきました。前田彩香です。私さ、転校したことあるんですけど、何回かっていうほどでもないんですけど、転校した時にさ、なんかさ、前でさ、黒板のところでさ、なんか自己紹介しなきゃいけないわけですよ。すごい、それがすごい嫌だったの。私は昔っていうか、普通にもし今転校したら嫌だと思うんですけど、すごい嫌で、しかも別になんかすごい嫌で、すごい嫌だったんですよね、本当に。なんか注目、なんかさ、ただでさえ緊張してるのにさ、初めてがさ、そのなんていうの、全員からの注目を浴びるわけじゃないですか。そんな、しかもなんか転校生ってだけで、なんかさ、急になんかさ、期待値が、みんなの期待値がすごい上がってるわけですよ。そんな中さ、なんかその教卓のところでさ、挨拶しなきゃいけなくて、すごい嫌で、
なんかいつもなんかネクラが出ちゃうんですよ、そこで。私のすごいネクラの部分が。でなんか大体なんか普通に見られたくないから見られたくない見られたくなかったから、初日は絶対マスクしてってて、初日ってかしばらくは絶対マスクしてて、マスクした上でなんかすごいなんかネクラな感じ出しちゃって、すごいこういうテンション高い子じゃだと思わなかったってめっちゃ後から言われる。大体毎回そうだった。めっちゃなんかしかも普通自己紹介ってなんかどこどこから来ましたみたいな、前田彩香ですみたいな、多分フルネーム言うと思うんですけど、なぜかわかんないけど、あ、前田ですだけ言っちゃって前田です、あ、前田ですよろしくお願いしますって言っちゃって、なんかすごい微妙な空気が流れたことが一回だけある。そう、すごい嫌だったな転校。別に友達と別れるのが嫌とかじゃなくて、その転校した先での挨拶が本当に世の中で一番嫌い。そう、だった。本当に嫌です、転校の挨拶。あれはなんとかなんないのかな、世界中で変えた方がいいと思う。あれはもうね、辛い。だって別にあの目の前で自己紹介してなくても、絶対なんかさ、名前なんて言うのってかいうさ、女の子とかさいるじゃないですか、いくらでも。そんなね、ね、いいと思う、そんなわざわざなんかそんな目の前で挨拶させなくてもいいよ。握手会で三つ編みしたことありますか？ないです。多分な、あ、あるかもしれない、あるかな、あるかもしれない、あ、どうなんだろう、あるかもしれないかもしれないし、あるかもしれないどっちやねん、いや、わかんない、あんま三つ編みしないです。でもいや、ある気がする、私ある気がするな、一回だけある気がする、いつかわかんないけど。良き良きですか、いつかやろうかな、みんながいいって言うなら圧がすごい。ある気がするな。片付け、麦わら帽子の時三つ編みだった、いつだいつだ、麦わら帽子かぶって握手会したことあるけど、その時三つ編みだったっけ。でーん、あ、三つ編みだった、黄色のワンピースでしょ、ワンピースでしょとか、あ、私黄色のワンピースだよね多分、あるらしいです、黄色のワンピースじゃない、もしかして。2018年8月11日の握手会だって、さすがさすがらしいです、あるらしいです。握手会もでもできるだけなんだろうな、いろんな髪型しようと思ってやってます。なんか三つ編みとかはあんまり公園とかに不向き、崩れやすいから、不向きだからやれないから、あんまりなんかシンプルな三つ編みとか、あんま普段しないような髪型をできたらなと思いつつやらせていただいている時もある、まあ、普通の時もあるけどね、めちゃめちゃ。なんかさ、服は変わるけどなんか見た目もっとなんかその時オリジナル限定感みたいな出ればなと思いつつい
夏じゃない？これ超夏。あー懐かしい。私高1の勉強合宿こんな T シャツ着て三つ編みしてたわ。高1の勉強合宿懐かしい。急に思い出した。勉強合宿とか懐かしいな。勉強合宿とかさ意味あるの？勉強合宿で私成績伸びたって思ったこと一回もないんですけどそれ私のやり方がいけないのか。なんか勉強合宿とかさもはや遠足だったよ私の中で。勉強合宿でちゃんと成績が伸びたことは一回もない普通になんかさ勉強の合間のさ友達とのなんか夜なんかなんだろうな遊びとかさ夜部屋でみんなでさなんか友達みんなでさお泊まりするってことあんまりないからさなんか部屋移動とかしちゃいけないけどしてなんかみんなでなんかカードゲームしたりとかしてであとはもうご飯を楽しみに勉強はその次2の次3の次くらいそう全然勉強が伸びた記憶は一切ないです。こんな生徒は良くないと思うけど本当にそう。だって勉強合宿とか全然勉強がしたいから行ってたわけじゃなくてそう希望制だったんですけどなんか友達とお泊まりしたいから勉強合宿行ってたもん私は特に。そうあれって先生も知らないふりしてるよねきっと。え私先生に聞いたことあるんですけど知らないふりしてるらしいですよマジでなんかまもうアホみたいにうるさかったらさすがに注意しに行くけど基本的には見て見ぬふりもうしてくれてるらしい私の先生はね。私の高校の先生はそう。でもそんなもんじゃないですか。だって先生もさ別にそんな怒りたくないし、まあ、だからなんか節度あるくらいのふざけだったら多分許されるよきっと。もう AKB だったのかな。だってうん高1だから全然入る前ですよ。では私の友達私のクラスメイト友達どっちでもいいけどなんかガム食べて怒られてましたけどガチ切れされててガム食べて。勉強中はさすがにさ勉強に集中しなきゃいけないじゃないですか建前でもね。勉強してるふりをさしとかなきゃいけないじゃないですか普通に、まあ、しろって話なんですけど普通に少なくても勉強してるふりをしなきゃいけない中なぜかガム携帯しながらガム食べててめちゃめちゃ怒られてた。なんかもうそうあのさ個人的に思うさなんかさ先生のさ帰れみたいなよくあるじゃないですか。あれってさ帰ったらさ不正解じゃないですか。でもさ帰れってじゃあ言わないでよって感じじゃない。なんか帰れって言われても別にビビんないんですけどって話私だけこれ別に帰れって言われてもはいはいこれで帰っちゃダメなんでしょうとしか思わないからなんかあえて別に思ってもないその単語を言う必要性がないと思う。なんかそうなんであれは先生たちは怒った時にすぐ帰れっていう意味がちょっと私にはわからないそうね。マジで帰ってくれパターンもあります。あそうなの帰ろうもう帰れって言われることないと思うけどあんまりじゃあなんていうのが正解。わかんない普通に帰れ以外の単語で怒ってほしいかな。怒ってほしいっていうかまあ普通になんかさ修学旅行かなかなんかで
中学の修学旅行なんですけど、多分修学旅行中に帰れみたいになって、友達がね、でもさ九州なんです、中学の修学旅行九州やら、どうやって一人で帰んねんとしか思わなかったもん、私聞いててそう、ヒッチハイクで笑うやば、ヒッチハイクするかみんなで。ね、タクシー代よこせと切り返そう、やば確かにチケット返せって感じやんな。もう私はあんまり帰れって言われたことないけど、あんまっていうかまあ多分ない。その全体その AKB のあれであるかもしれないけど、なんかそんな学校で帰れって言われたことはあんまないです。なんかあんまないってかないです、普通にそんな割とそういうちゃんとやることはやるタイプの人間だったのでそう、いや怒られるのがめんどくさいから怒られるようなことはしないっていう人間ですね、割と。そうで、部活も入ったことないからないですね。あんま学校で怒られたことはあるわ伝説の高2時代しかないです。でも一回私高1、高1じゃない、いやもういつかはちょっとあれなんですけど、なんかバカ卒業テストみたいにやらされたことありますよバカ卒業テストみたいな。本当に成績がバレすぎて、その時はねバカ卒業テストをやりましたなんか数学だったんですけど、マジ最初足し算とか掛け算から始まるんですよ、マジで。いやこれくらいはできるわと思ってそうバカ卒業テスト。しかもなんかクラスもさ、1年2組だったらさ、1年2組もなんか年も組もひらがなで、しかも私専用ってかまあのテストだったから、なんか名前までさちゃんと書いてくれたんですけど、ちゃんと印刷時にね、もうその前田彩子もひらがなだったからね、もうバカ卒業テスト懐かしいですねそうちゃんと、でも一問でも間違えたら卒業できませんって言われてたんですけど、あの2回目でちゃんと卒業しました。2回目でちゃんと確か。あのちゃんと難しい問題もあるからね、そんなめっちゃ足し算とかで間違えたわけじゃないからねそう、その時は本当にね、でもそう1回目の間違えたやつも別になんかマジで分かんなかったわけじゃなくて、私なんか解答用紙っていうの、問題用紙をあんまり汚したくない人で、なんか途中式とか筆算とかそういうの書きたくなくて、綺麗に終わりたいんですよ私。だから頭の中で計算して答えるんですけど、そのなんか計算したのが間違ってて間違えちゃっただけね。そう、終わり。私の数学の問題マジで見せてあげたいレベルって超綺麗だよ、定期テストとか。
もうだってもはやなんかどうしても暗算じゃできないやつとかは書いてから一回消してたもん。だってもう本当に綺麗に終わりたいですよね、数学の問題は。そう、バカ卒業テスト多分ね探せばあるんですけど、この辺に。まあ見せないんですけどね。でも計算式ないとカンニング疑われない？確かに。いやでも疑われたことないな。カンニング、カンニングってさどうやってやるの？カンニング行為は禁止ですとかさ言うけどさ、カンニングする度胸全くないしさ、カンニングってどうやってやるのレベルなんですけど、なんかバレない方法が一切思いつかない。なんかすごい疎い先生とかだったらあれだけど、そう、なんかどうやってカンニングするのって思っちゃう。カンニングペーパー、でもカンニングペーパーってさ、その暗記系の科目じゃなきゃ無理じゃない？数学とかじゃできなくない？カンニングペーパー、そのカンニングに労力使うのが無駄だよね、本当。それはもうだったらさ、なんかそのカンニングをするための時間っていうの、考える時間、勉強した方が確実に点数取れる、絶対。前の席の人の答案用紙をチラ見。でもさ、相当目良くなきゃできなくない？覗けないくない？そんな分かんないけど。カンニングの方法を教えてほしいもん、私。その日だけ強めのコンタクトつけ、やばやば。私目悪いからマジで全然見えない絶対。うん、背中をツンツンして見せろという、やば、絶対バレるじゃん、絶対バレるよね。確かに。でもカンニングってさ、あんま意味ないっていうかさ、そのカンニングする側ってのさせてあげる側に全くメリットないよね、基本的には。まあ、そう、なんかさ、何か後でさおごるからとかになったらさわかるけどさ、そんなさおごるくらいのさあれのためにさリスク生じたくなくない？リスク生じたくなくないって思っちゃう。メリットがないマジで。って思っちゃうな。そろそろ切ろうかな。ぼちぼち。そんなに赤ちゃんの配信が見たいのか。おお。はい、頑張ります。夜ご飯食べて着替えてヒュットーンの配信に備えないといけないのです。気がついたら余裕で1時間超えてるね。そうなんです、そうなんです。もう1時間超えたんです。そうなんです。お腹空いてないんですよね。でも全然なんか
朝は何も食べなくて、昼も食べなくて4時くらいにお昼ご飯、4時くらいにお昼ご飯食べたから、全然さっきの言ってること違うんだけど、なんか今日はなんか気分が乗らなくて4時くらいにご飯食べた。そう、さっきと言ってることが全然違うんですけど、時間変えてる。そう、まあ、たまにそういう日もあるじゃん。達成しないとって今晩だっけ。そうです、今日です。今日この後がっつり食べたの、パン1個、菓子パンっていうか、まあ、マヨコーンピザ、ピザじゃない、マヨコーンのパンと、鶏肉、大きい鶏もも肉のなんか焼いてタレがかかってるやつ食べました。金曜恒例だと覚えやすかったのね。確かに変わっちゃいました、変わっちゃいました。そんな感じです。ということで、そろそろおさらばのお時間でございます。今ね、食べたいものが一個あって、でもマックのチキンタツタ出たじゃないですか。チキンタツタのその一口タツタが食べたくて仕方がないんですけど、でもわざわざそのためにマックに行くのは違うからそう、食べたい一口タツタ。昨日発売かな、わかんない、いつだろうな。一口タツタ食べたいって思ってる、思いながら生きてる。うばるか、うばるかなんかさ、でもさ、一口タツタのためだけにうばるのはちょっと違うんですよ、違うなって思っちゃうんですよね。わがまま、わがまま。兄はそんなにね優しくないですまあ誰かがなんか、誰かの帰り、誰かが帰ってくる時に買ってきてもワンちゃんありますね。まあ、そんな感じで、はい、ということでランキングを発表します。お腹が痛くなってきた紅茶なのにさ、紅茶でもお腹痛くなるってん、私コーヒー飲むとお腹痛くなるんですけど、紅茶でもお腹痛くなってくるようになってきた、んお腹痛くなるようになってきた最近。ピエンパオン。よし、ランキング13位マッツー舞さん、12位 TY さん、11位マプラアットマークタイさん、10位なおちゃんさん、9位あーちゃんが可愛すぎてハゲそうなゆきたんさん、8位ゆりかさん、7位シャドーチーフさん、6位ひろみど0619さん、5位山ちゃんさん、4位丸岡ゆきさんです。ありがとうございます。はい、第3位はやほさん、ありがとうございます。第2位カズアットマーク七色さん、ありがとうございます。
そして第1位はミライトさんです。ありがとうございます。タワーもね、ありがとうございます。そういう感じで今日はっていうか後で配信があるんですけど、個人の配信はこの辺で切ろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。8時半からです。8時半から公式の YouTube の方で配信があるので、また後で会いましょう。またなまたね、バイバイ。バイバイ。はい、さようならまた後で。